お時間になりましたので、これより2023年3月期、第3四半期決算の決算説明会を開催させていただきます。なお、ご視聴画面の右上のアイコンのうち、はてなマークがついているアイコンをクリックしていただくと、質問がご記入いただけます。最後にまとめてお答えいたしますので、ご質問のある方は会社名とお名前とと,ともにご質問の入力をお願いいたします。 それでは本日は社長の鈴木から第3四半期決算23年3月期の見通しトピックスについて説明させていただきます社長お願いいたします本日はお忙しい中皆様ご参加いただきありがとうございますそれでは3級の決算のご説明させていただきます2022年 <laughs> 三級類型のポイントを上段にまとめましたの、まとめ、まとめさせていただきましたので、説明します。自動車市場は依然、伸び悩みが継続しておりますが、車載用パートレインの継続した売上拡大、車載用インフォテイメントの底打ち感と、コンシューマーの継続した好調、並びに、円安により、売上高は395億円、前年同期比プラス71億円、 プラス22%の増収を実現することができました。為替影響を除いても、前期比約プラス9%の増収と、1級から3級と過去最高売上を実現することができました。給別に、為替影響を除く前期比成長率は、1級は上海工場のロックダウンの影響もあり、マイナス3%でしたが、2級プラス11%、 プラス18%と、産休において、インダストリアルの生産調整はありましたが、着実に成長させることができました。営業利益は52億円、前年同期比プラス18億円の増益と、前年同期比で増収増益を実現することができました。特に産休は、売上高140億円、営業利益22億円。 営業利益率15.6%と円安により昨年度と比較しマイナス2%強利益悪化要因はあるものの15%台まで利益率改善ができました主な要因は収支改善プロジェクトで推進している材料費低減輸送費改善によるものです内部計画費で見ると売上高はほぼ計画通り営業利益は 3億円弱改善できました。次に、売上高、利益の概要ですが、繰り返しになりますが、売上高は395億円、前年同期比プラス71億円の増収、川請求を除き、前年比プラス9%の達成です。セグメント別には、すべて増収ですが、 為替影響を除いても、社債がプラス10%、コンシューマーがプラス6%、インダストリアルがプラス2%と、すべてのセグメントで増収を実現できましたが、産休に入り、インダストリアルは生産調整等により、前年同期比マイナスに転じました。売上原減価率は材料、材料費高騰分を減価低減で吸収し、 パワーョ長と一級での上海ロックダウンによる創業度減があった中でも、ほぼ前年同期比並みに抑えることができました。販売管理費は、輸送費価格はまだ高止まりしておりますが、エアートシップの構成費改善、経費圧縮により、前年同期売上高比で2.9ポイント改善できました。人利益は43億円と、 営業利益の増益営業外の為替債益等により全期費プラス14億円と過去最高の純利益を達成することができましたこの結果 EPS も180円まで改善ができました次に市販機別の売上売上高営業利益を見てみると 産休の売上高140億円は、川盛況を除いても過去最高を実現し、営業利益率も収益体質改善活動の目標値としていた15%以上を達成することができました。市場環境は不透明な状況が続いておりますが、引き続き収益率向上に向けて推進してまいります。 家タカを地域製品別に見てみますと地域別では日本はパートレーン市場と上機にインダストリアル市場が好調に推移したものの完成車メーカー並びに産業機器関連の生産調整等により減収となりました一方中国は2級でロックダウンからの挽回生産と好調を維持しているパートレーン分野の牽引で前年同期比 51億円の増収を達成することができましたしかし、昨年末の中国コロナ感染者の急拡大によるお客様の生産減やサプライチェーンの混乱、影響等、4級において一部お客様で生産調整が出てきております。社債向けが中心の米国、欧州はまだ本格局までいかない状況ですが、欧州は為替影響を除いても増収のところまで来ました。 ASEAN もパワートレインやコンシューマー市場での増加によりパワーセン期でも増収となりました製品別ではパワートレイン分野バッテリーマネジメントシステム向けの慎長により車載インターフェースコネクターの構成費が前年比3.4ポイント増加しておりますまた当社の強みであるボード2ボードコネクターにおいては GMove がパワートレイン向けに順調に売上を伸ばすことができ 前年比プラス12%を実現できましたまた今期から欧州完成者向けを中心に搭載開始始まりました高速伝送対応の稼働ボードボードボードコネクタの新製品も順調に増加してきておりますこの表は22年度3級流経営実績の売上高と営業利益を 前年同期比で見たものです売上は71億円増収となりましたが為替影響プラス42億円売上増プラス29億円と9%の増収です <laughs> 営業利益面では円安効果はなかなか享受できない収支構造にありますが材料価格の高騰の継続将来に向けた減価償却費増を 原価低減、輸送費の縮減、物量増にて跳ね返しプラス18.5億円の増益を実現できました。材料費増は、当初の計画では年間で材料費増マイナス7.2億円を計画し、上期でマイナス4.8億円悪化となりましたが、産休累計ではマイナス5.5億円と緩和の兆候が見えてきており、通期に向けて、 材料費増の悪化要因は圧縮できると考えております原価低減は輸送費低減を含め約14億円の改善を実施できました価格面では科学的成果の活動により倍価ンはほぼ0%に抑えております次に貸借対象表ですが中団の資産合計 投資産803億円と、前期末比で72億円増加していますが、川西求で約18億円、現金増で20億円弱、固定資産で IT 並びに新工場建設投資等により約20億円の増加となっております。依然、運転資金として220億円相当使っており、この圧縮に向け、現在、製品在庫圧縮を中心に活動を推進しております。 市場別売上を見ますと、社債全体では自動車生産が正常化していない中で、前年度比プラス59億円、23.4%増、為替影響を除いて10%の成長ができました。半導体不足や、1級の上海ロックダウンによる下振れ影響はあったものの中国や欧州を中心に XEV が好調に推移し、特にバッテリー関連ビジネスやチャージャー関連のビジネスが順調に拡大しております。バッテリー関連ビジネスは中国大手メーカーとの取引がメインで、産休の中国のコロナ感染者拡大で一部調整が入りましたが、搭載顧客を広げており、継続した売り上げ拡大ができております。インフォテイメント、セーフティー、その他は 半導体不足が徐々に回復しているとはいえ、完成者メーカーの生産調整により、まだ本回復には至っておりません。インフォテイメントでは、戦略商品である高速電装対応プラス電源付き新製品10143シリーズの納入が開始されてお客、お客様からの多くの引き合いをいただき、今後の拡大を図っていきます。次に 上段のコンシューマー市場ですがゲーム機向けの増加と価格的成果により増収を図りました下段のインダストリアル市場は中国での設備投資需要を背景とした PLC 用コネクタ等 FA 関連機器の需要増があり紙金までは好調を維持しましたが探求に入り生産調整等の動きが出てきております 続きの見通しですけれども、11月の2級の公表時の修正計画自体は変更いたしません。2級の時に為替を145円、まあ、1ドル145円と想定しましたが、その後、円高に触れていることや、3級はほぼ計画通りの売り上げが確保できた一方で、昨年度末からの中国での爆発的なコロナの感染影響等もあり、4級は2級時に想定した計画に対し、 生産調整が顕在化してきており、売上高は540億円に届かないリスクがありますが、営業利益67.5億円、営業利益率12.5%を達成すべく推進していきます。自動車生産台数については、産休はほぼ計画通りの2100万台の生産ができたものと見ておりますが、 4級にかけて若干中国中心に生産調整が入ることで、年間では8100万台から若干落ち、8000万台前後になるのではと想定しております。来期23年度では、経済成長率の見通しが読みづらい状況ですが、22年度より鈍化すると考えられ、自動車生産台数は流通在庫が薄くなっているものの、大きな成長はまだ期待できず、 我慢のの年ななるのではいいかと見ていますこの4期にかけ、来期の計画を策定しておりますが、我々は世界の経済成長率を上回る売上高を作っていくことと、現在進めている収支改善プロジェクトをさらに前倒しして推進していきます。 市場別の売上高計画も現時点では変更いたしませんが産休までの進捗率で見るとインフォテイメントセーフティの売上げでは特に課題と認識しております最後になりますがトピックスとして3つご紹介いたします1つ目は金型の新工場の建設についてです 昨年4月にに花巻にある成形金型製造子会社,を子会社がいたたししましたこのたび今後の XEV 向け車載機器並びにインダストリアル市場を中心としたコネクタ事業の拡大を見据えコスト競争力向上金型製作リードタイム短縮を一層推進するため花巻市に金型新工場を建設することにしました。 新工場は今年中に完成予定で、整形金型技術の中核としていきます。二つ目は、決算説明の説明会の場でも、何度か当社の製品開発の秘話をまとめた漫画についてご紹介してきましたが、その漫画が公開と合わせて日刊工業新聞に掲載した広告が、日本産業広告賞、シリーズ広告賞を受賞しました。 先ほどの展示会とあ、あの、このような広告や漫画なども通して広く当社のことをアピールしていきたいと思います。最後のトピックスですが、製品ラインナップの強化についてです。私たちは今、高速伝送や XE v 向けの最新同士ソリューション、バッテリーやチャージャー周りでの高熱対応のコネクターの開発に注力しており、 ラインナップも増やしてきております産休では11月にドイツのミュンヘンで行われたヨーロッパ最大の展示会であるエレクトリカ2022年に出展し新しい製品も PR してまいりました私自身も現地に赴きましたがお客様でお客様であるティアンメーカー様だけではなくその先の完成者メーカーの方々とも直接意見交換ができ 私たちの製品開発の方向性についてパクチングを持つことができました引き続き他社に先駆けた製品開発とお客様のニーズを超えるソリューションを提案をしていきたいと思います発表は以上になります、えー、いただいた質問の内容を説明した後にですね、えー、回答の方をさせていただきます、えー、まず、えー、今期の業績に関する質問をいただいております、えー、第3クォーターまでの実績と おあとは好評値との差し引きをした場合に第4クォーターのですね売上があ伸びる一方でええ営業利益が下がるこの理由について質問をいただいております。はいえー、というのけでございます。あの本日はご一緒しておありがとうございます。私の方からえっ、ー、とご説明えしたいと思います。えっ、ー、と先ほどまあ鈴木社長の方からもあのちょっと説明ありましたけどもえー、まあ円高の影響 のところだとか、あと中国の若干のこう減速感というのは、ちょっとお話しさせていただきました。で実際、私ども今、2級の時に145円というレーターで見たものに対して、ま130円という格好で、今現状がこう動いてるわけなんですけども、見通しのですね、2級の見通しとの比較感でいくと、やっぱり売上はですね、 8億円程度ぐらいがそういう意味では減収という格好で影響ございますでここのところをですねどう打、まあ、ち勝つかといった格好でこうやっておるわけなんですけども、えー、そういう意味ではですね、えーま、今回ちょっと据え置きさせていただいたのは売上は先ほど言ったようにちょっと厳しいわけなんですけども、えー、営業利益面もしくは営業利益率、えー、それから、まあえー、最後の登記、えー、利益と。 こういったところに関して、ですね、やっぱりあの現在、公表ですかね、見通しを出していると、そこまでのところの達成は、えーまあ、十分できうるだろうというところで,です、ね、今回あの、そういう意味で通期の見通しをちょっと、えー、据ておいたという格好にこうなってございます、えー。そういう意味では若干ちょっと売り上げがあの、この為替の影響のやっぱ8億程度というのは大きいんですけども、 えー、その分をですね超えるだけの他のやっぱり需給増といったところをですね、まあ、狙いながら、えー、今、欲求をちょっと進めればと思っております、まあ、ちょっと状況自身はですね先ほどのやっぱりあの中国のまあ爆発的なコロナ含めて、えー、パワートレイン関係含めて若干ちょっとやっぱ厳しいところがあるんですけども、えー、まずはやっぱり私ども、えー、利益面こちらの方やっぱきっちり作っていこうということで今回、西洋置きという格好でさせていただきましたので、まあ、そういう意味では あの逆算しますと、145億の売上で、多分15億円程度ということで10、10%ちょっとの営業利益率という格好になると思うんですけども、これ以上のですねえまあ利益額、利益率といったものをえ何とか出していければと思ってごござざいいまますすこれが1点目同じ方より、もう1つ質問いただいております。 えと売上高、利益率に関して、えー、と来期以降、ですねさらに高まると考えてよろしいでしょうかとこういうご質問いただいております、はいえー、今あの、私ども全社のプロジェクトという格好で、えー、収支改善のプロジェクトということで、ですね、まあ、大きくは7つのプロジェクトをこう動かしてございます、で2つがですね、まあ、工場系というか、ですね生産系にこうなってきます。えー で工場の,方のです、ね、生産系の方は、えー、やはり私どものです、ねえー、今、受注含めて、わりかしそういう意味では、あの来期に関しても、えー、それなりの、えー、バックログというかです、ね、受注のところはもう見えるだろうというところでこ動いている関係もありましてです、ねえー、なんとかやっぱりこの生産性、稼働率をやっぱり上げていこうということで。 こ,れまあ、あのこの1年近くです、ね、ちょっと取り組んでいるのが、えーまあ、ロングテールというところで小、ね、ロットの、えー、お客様のところについてです、ねまあ、いかに、えー、ある意味で、ね、まとめ発注もしくはエンドブラフという格好で最後まとめ発注という格好でこう終わらせるかというようなところで,です、ね、そこでのやっぱりこう効率を上げていくと、えー、いったところで。で えー、それいう意味ではあのー、今、私どもがやっている項目、えー、に関してはすべて、ね、一過性というよりはですね継続した格好でこう効率が出てくるというふうに考えてございます。で合わせて、えー、工場の方のところではやはり、あのー、鈴木からも課題がありましたけれども、えー、私どものやっぱり製品在庫中心にやっぱり製品在庫が多いといったところでございます。でここののですねやはりあのー まあ、なかなか、えー、この需要予測を含めて、えー、フォーキャストと実際の実績ってなかなかやっぱ合わないんですけども、えー、そこのところを、えー、今、えー、本社の生産管理部隊それから営業の方のです、ねまあ、受注関係をやっている部隊とこういったところでですね、標準品を中心にですね、いかに、えー、まあ 効率を上げるかと、効率よくですね、あのー、生産の指示、もしくは出荷をしていくかとい、えー、ったところを今、動いてございます。であともう一つ、えー、物流費改革ということで、えー、かなり、えー、そういう意味ではもう3%台ぐらいまで、売上高に対して3%台ぐらいまでは、あのー 急いの,の比率、戻ってきたわけなんですけども、依然ですね、私どもやっぱり売上高でいくと、やっぱり0.5%程度は、まだそれでは価格面でいくと、ささどまりしているという認識でございます。 でそういう意味では、ここのところですね、今3%程度のところを、あとやっぱり0.5、もしくは工場内の物流改革も含めまして、ですね0.5から1%ぐらいこう改革をしていこうというのが、まあ、来期の方うの目標という格好になってございます。こちらの方が生産系、関係になります、それからあと設計系の方に関しては、やはりあの標準品が多い FPC を中心に、ね、原価低減これがやっぱり一番の主力になります。 で、大きくですね、私ども今やっているのは、えーっとまあえー、私どものやっぱり使用している、特に金でございますけども、えー、金のですね、やっぱりあの使用量、これはやっぱり使用書に合わせた段階のところまで、こうギリギリのところまで抑え込もうという格好。 金の私もの中で言うと賞金化ということで省く金のかという格好でやっているわけなんですけどもそういったところをですね、一つやっぱり中心にこうやっているのとあとは現在パートで中心に、ね、13065だとかあと 高速伝送ということで11043といった機種、こういったものがまあ今後、戦力化、もしくはもっと受注拡大になっていくわけなんですけれども、ここのですねやはり、工程内のまあ効率化というか、工程不良をもう一段下げようといったところが主で、こういう設計関係に中心にこうやっております。それから最後でございますけどもえと今 現在ですね、え、私ども、やはり、あの、お客様ごとの、やっぱポートフォリオになるわけなんですけども、お客様ごとのポートフォリオで行った時に、え、売上高、売価と粗利っていう関係のところといった、状況の中で、え、ここまではやっぱり適正でやっぱり上げていこうというような動きをちょっとかけてございます。で、その関係で、先ほど鈴木社長からも話ありましたけど、え、前期比で大体もう、それは前ゼロといったところまでの。 あのだから P ダウンという格好では今、影響していないという、ですね、まあ、大きくこのような収支改善の項目を現在、進めております。で、そういう意味で、今の産休のところを含めてですね、あの少しやっぱり利益率がこう上がってきてるというのが、工場のやっぱり採算性といったところのこの格好費の方の低減それから えー、FPC 関係の、えー、金の薄膜化というかですね賞金化こちらの方が少しずつやっぱ効いてきてるといったのがですね大きな要因だというふうに考えてございます以上でございます今ちょっと説明がありました価格、えー、原価低減活動に関して、えー、今後の継続性という質問を受けております、えー、こちらについていかがでしょうかはい。えー、プログラムの方から説明させていただきます あのまあ、価格の適正化についてはです、ね、基本的にこれ、継続してやってまいります。で、ちょうどですね、えー、あれですね、この紙機に、どちらかっていうと、金にしてもどうにしても、若干ずつこうやってあの価格が緩んできてで、11月以降からまた価格が上がってきていると、こういうちょっと断面があってですね、えー、そういう意味では、えー、そういったの素材費の高騰だとか、あと輸送費の高騰といったところでの、 値上げといったところは若干、ちょっとやっぱり一服感というかですねそういったものはちょっと出てくるかも分かりませんけども私ども、ですねやっぱり今やっぱりやっているのはお客様のポートフォリオお客様ごとの売上高とあらりもしくは小ロットに関しての適正なやっぱりあの利益水準といったところを中心にこうやってまいりますので。 えー、そういう意味ではあのここのですね価格適正化,化という言ったところはですねもう継続した格好でなんとかこうやっていくように、えー、まあルーティン化をあのこのあと一年でやっていきたいというふうに考えてございます以上でございます、えー、続きまして売上のお市場別のですね質問をいただいております三級、えー、までの状況に関しましてインダストリアル市場 おが調整局面にあるとおおいう説明がありましたがあこの調調整局面がですねいつまで続くかああ続くと考えているかあというご質問をいただいておりますあのただいまの質問ですけども私の方で回答させていただきますえー、私たちが今あの収めているインダストリアル向けなんですけどもここはあの FA 関 関連機器ということで、先ほど説明もしましたけど、PLC であったり、あのインバーターであったりというようなあの商品ですけども、あの主義に納入先はあの日系企業にはなるんですけども、日系企業のはやはり中国向けの,あの商品に採用されていることも、あの採用されていることもありまして、中国のやはり動向が非常に強いということになります。で現在、まあ、やはり去年からあの b c p も含めて、あのお客様の方で在庫取りもしたこともありまして、あの今回それが在庫を取ったのはいいとしても、今回あの中国の生産がコロナ等で少しあの一服感が出たということもあり、生産局面になっております。これに関してはあの？あのこの？春節ですね。春節が明けたことによって、これからまた。 あの生産調整が解除されていくとは思うんですけども、一旦この4級は生産調整が続くというふうに考えております。で、私たちの,あの来期の1級ですね、4月からは徐々に回復してくるのではないかというふうに考えております。まあ、ただ、ここに関しても、まだまだ現在、不透明なところが多くて、想定はつかないんですけども、そういうふうに一旦考えております。 続きまして同様に売上に関しまして社債市場に関する質問を受けております。えっとまずセーフティー分野に関しまして伸びが今一つ伸ばしきれてない理由について質問が来ております。はい。あのセーフティー分野ですけども私たちのあの主導あの市場に関してはレーダー まあミリ波レーダーですね。というものがあの週になっておるんですけども、そのミリ波レーダーに関しては、やはりあの生産調整及び半導体不足の影響を受けてあ落ちております。とにかくにあの3級まあ、2級から3級にあの写ってる時にはやはりこの生産調整が非常に多いという風なことになっております。まあ、それに加えまあ、元々あの私たちレーダー。 の部分が、まあ、今後1万1万になってきたりとか、もう少しシェアを上げていこうというところは計画はしてはいるんですけども、まあ、それに変わるものというか、一緒に増えていくもの、ここはライダーをあのライダーに採用あの、ライダーの採用にああ営業の勢力をあの投入してるんですけども、このライダーも 現在、採用されているところもあるんですけども、あの非常に車載の搭載率が低いということがあり、このレーダー、ライダーの部分が伸びてこない、まあ、もう一つは私たちの評価しているところはカメラなんですけども、カメラもあの私たちがカメラソリューションという形で今、出したあの商品があるんですけども、それはあの自動化を含めた小型化の体制なんですけども。 まあその商品についても昨年出してお客さんはまあ決まってきてはいるんですけどもあのその商品自体がまだ今季貢献してないということともう一つはやはりここは私たちの反省ですけども今ある商売自体もあのアナログのほうに軸足アナログカメラのほうに軸足を置いてたこともあり少し生産調整と伸びが鈍化しているのもございますのでここは積極的に先ほど言ったカメラソリューションの商品を あの参入することによって、売上拡大をめがけて目指していきたいというふうに計画しております同様に売上車社債市場に関しまして、パワートレインの分野の高い伸びについて、その内容、およびの高い伸びの持続性についての質問を受けております、はい、あのパワートレイン向けというのは、主にあの私たちの中でいうと、EV とか XEV EV、ね、の車両に使われているものでして、その中でも今一番伸びているのは、あの資料でも皆さんご覧になっているのでわかると思うんですけど、パワートレインの,の BMS のあたりです。で、パワートレインの一番伸びが BMS が高いというのは、電池周りの,あのコネクタ自体が増えているからということになります。とにかくこのパワートレインに関しては、車,車両自体の販売が あの先ほどの説明でも8000万台近くという話をしてますけれども、実質この XEV に関しては、私たち当初、1600万台を見込んでましたけれども、その1600万台に届くんではないかと、全体の生産台数は減るけれども、XEV、e、系はあの伸びていくという考えはそのままですので、この部分はまた伸びていくという、その中でも BMS が一番伸びてきているような状況です。 ただ、今年産3級になってからは、OBC ・オンボードチャージャー、あの充電器の部分ですね、ここ自体が新規採用のものがあの量産に寄与してきまして、そこが伸びてきているという状況でございます。以上です次の質問は、トピックスで触れました花巻の新工場についての質問を受けております。 花巻の新工場の生産能力はどれぐらいを想定されてますかとお質問を受けておりますあの花巻の新工場ですけれども、花巻の新工場自体はあの、成形金型を作る工場ですので、生産能力という、あのまあ、あの私たちのコネクター生産という活動はそこでは行わない予定ですね。ただあの金の 自体も私たち、成形金型は内製率5%から10%ぐらいの間なんですけども、その金型をなんとか50%を超えていくような形であの作っていきたいなということもありまして、そのための工場になります。で特に、先ほど言ったように金型は、あの金型はあの設計はできるんですけども、加工までですね今回の,あの花巻工場はやりますので。 その部分では新しく、過去は全部外に出してましたので、その部分は新しく私たちの中に取り込むという工場になります。以上です。あ豊島でございます。えっと、花巻工場の件について、ちょっとあの、私の方からえっと、補足させていただきます。えっ、ー、と、現状ですね。あの、ここの金型工場自身は、成形の金型を対象にこうしてございます。それで。 もともとですね、えーと、買収する前、ここの会社っていうのは大体3億円ぐらいの売り上げをこう作っておりました、でただ、あのー、その時はですね、他の会社さんを含めて、えーま、外販も当然しておりましたので、それが昨年度、ほぼほぼですね、私どもがもうほぼ100%近い格好で、今、売り上げを作ってもらっているという格好です。でその結果でですね 今、現状、ですね。金型,整形金型のうちのですね約3割ぐらいをここで、あのー、今、内政という格好で取り込んでいる格好でございます。で最終的にはですね、まあ、45年後ぐらいには、えー、ここの今の現状のですね3億円ぐらいのところここをですね8億円強ぐらいの規模まで持っていって売上、まあ、内政化の比率自身でいくとですね先ほど 続き、えー、話しました五十パーセントというかまあ六十パーセント超このぐらいをあのターゲットにですね、えー、推進をしていこうという格好で、えー、今動いてございますであとはですねあのここの説明資料でもありました通り一番六世平米って結構広い格好にこうなってございますでそういう意味ではですね、えー、現在あのここで、えー、創業開始っていう と言ってるところは三、えー、つ一をここに工場を建てようかなというふうに思ってるんですけどそのうちの第一工場が一つあの金型の成形金型専用工場という格好でこう作っていこうという格好でございます以上でございますはい、えー、続いての質問ですえっ、ー、と第四コーターの営業利益の計画差し引きを差し引きをして十五点一億という計画値に対して 第2クォーター末の時点からの見立てで新たなリスク要因およびバッファーというのがあるのかどうかという質問を受けております。新たなリスク要因ということで考えますと,、えー、っと今、私ども、えー、3級まで結構受注残があったものをな、まあ、何とか消化しようという格好でこうやっていたのが大体今 えー、正常にこう戻りつつ、まあ、戻ってきているという格好です、す。ここのところも、ですね、やはりあの中国のですね、パートレ関係がちょっと中心で、ですね、ここのところの受注団が、まあ、平準化に戻ってきているという格好でございます。そういういでは、えー 2級のときと比較したときに、私ども、ですね4級においてはある程度、ちょっと生産調整のリスクをやっぱりもう、あのもう一度ちょっと見なければいけないかということで、リスクを考えてございます。 で、そのあたりの、えーまあ、リスクと、ですね、まあ、あとその他、バイクダウン等々のリスクといったところで、ですね、えー、大体今、えーまあ、バッファとは言,言えるのかどうかあるんですけど、えー、4億円程度ぐらいのところをですね、まあ、マイナス要因という格好でこう見ているという格好でご質問、えー、いただいたあ、質問いただいた、質問に。えー ご投稿いただいたい質問に関しては、ですねべてご回答をさせていただきましたまあそれではあの本日は決算発表に参加いただき、本当はありがとうございました、まあ、本年度も残りわずかとなりましたけども、あの今期は営業利益率を公表値の12.5%超えるような、あの上回るように推進していきたいと思いますし、あの先ほどに質問にもあったように、来期はやはり目標である15%を超えるような体制としていきたいと思いますので、 あの皆さんご支援よろしくお願いします。それでは本日、あの、ありがとうございました。